ひねの駅は大阪府泉佐野市ひねのにある西日本旅客鉄道の駅である。当駅の所属線である阪和線と当駅を起点とする関西空港線の分岐駅であり、阪和線の要衝となっている。当駅の南東に車両基地が設置されている。駅番号は阪和線が JRR45、関西空港線が JRS45。 事務官コードは62万1924。当駅は近畿東括本部管内の駅であるが、阪和線の隣の駅である長岳駅は、和歌山支社の管轄となる。よって、当駅が阪和線における近畿東括本部の最南端の駅である。島式ホームにメイン4線を持つ対比設備がある。地上駅で、京上駅舎を有する。駅の和歌山よりの部分は、カーブ上にある。 改札口及び、橋上駅舎のある古墙橋には、各ホームに一気ずつと、改札外東側に一基、それぞれエレベーターがあり、さらにホーム中央部には、1.2番乗り場と3.4番乗り場を行き来するために設けられたエレベーター付きの古墙橋がある。関西空港線の0キロポストは、駅ホームと駅南側の踏切道とのほぼ中間付近、上下線の間に設置。 関西空港駅が管理している直営駅で IC カード、アイコカを利用することができる。国鉄時代は当駅始発、終着の快速を除いて、基本的に快速、特急列車は通過していたが、国鉄分割民営化後の1994年に関西国際空港が開港し、関西空港線が開通。それを機に当駅の位置づけが主要駅に変わり、 全快速電車の停車駅に昇格した。関空開港後は、大阪、京橋方面の快速が停車するほか、当駅関西空港駅間のシャトルが朝晩に運行されており、開港以前に比べると大幅に利便性が改善された。またラッシュ時間帯には一部の特急、遥かが停車している他特急、黒潮は、2020年3月14日から全列車停車している。 当駅で、関空快速、奇襲時快速や、関西空港駅からの直通快速及び、一部の和歌山駅発着の快速は、連結、切り離し作業を行う。天王寺駅発着の快速、普通の約半数が当駅で折り返すため、和歌山方面駅の電車はこの駅を境に本数が半減する。当駅始発の天王寺、 大阪方面の上り電車は主に1番乗り場か3番乗り場から、また数は少ないが2番乗り場から発車している。関西空港線シャトル列車は基本的に3番乗り場で折り返す。その他天王寺方面域の当駅始発電車が1番乗り場に停車している場合、和歌山方面の下り電車が3番乗り場に停車する設定がある。このため一部の天王寺方面域は1.2番。 乗り場を同じく一部の和歌山方面及び関西空港域は3番乗り場を使用する。一部の下り電車は1番乗り場を利用して交互着発を行うことがある。また3番乗り場で関空快速、奇襲時快速が並結作業をしている間に4番乗り場を特急列車が通過していくことがある。なお、誘導信号機が3番乗り場にしか設置されていない。 ため信号の関係上、当駅で車両連結を行う電車は、特急列車の接続、通過待ちの有無にかかわらずすべて3番乗り場を使用する。関西空港線が開業してから、しばらくの間は、和歌山駅及び関西空港行きの多くの電車を3番乗り場に停車させ、3.4番乗り場の同一ホーム上で、和歌山方面と関西空港方面の 対面の理解ができるように配慮していたが、1999年5月10日のダイヤ改正で、関空快速、奇襲時快速の併結運転が開始されて以降、この取り扱いは行われなくなった。ラッシュ時には一部の快速の始発駅であり、通勤特急が止まることもあり、和歌山県北部から駅周辺の駐車場を利用する通勤利用者も多い。大阪府と年間によると、 1>, 1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前の南海ウィングバス南部乗り場駅前のタクシー乗り場駅前にはバスターミナルが設置されており、そこから南海ウィングバス南部やタクシーが発着している。ありがとうございます。